ここなんか初めて通った気がすんな。ちょっと行き過ぎたな。のびたび。はい、どうもこんにちは、じゅんやです。いつもお世話になっております。はい、昼過ぎです、カンボジアカンポットの昼過ぎでございますが、またね、こちらこの迷路になっている市場を攻めていこうかなと。昨日ね、僕の大好きなあの細いね、春雨系のビーフン系の細いやつの美味しいのを食べれる店発見したんですよ。はい、なので、その店にね、また昼飯食いに行ってみようかなという感じで、ちょっと美味しかったんで撮影を試みてみようかなと思っております。でね、また違うところから入るとね、道が分からんようになるんで、同じ道をたどっていこうかなと思っておりますが、道間違えたらまた分からへんようになるからね。うん、でこんな感じね。あれでもすでにどの道やったか分からへんようになってるわ。すでにどの道か分からへんようになったから、なんか面白そうな道選ぼうか。すごい、うん、子供たちも元気ですよという。この辺はね、ドレスとか婦人服が多いとこやね。ほらほら、もう迷った。早速迷ってるような おもちゃ屋さん。もうちょい先かな。なんかこの先に美容室みたいなのがあるな。おいね、このように、え、迷路のようにね、こっちはこんなね、なっておりまして、お、なんかちょっと広いところに出たね。お、なんかみりん漬けみたいな美味しそうなやつ。はい、これをこっちに行ったら、これは寝具かな。なんか男性用の服になったね。あ、すごい美容関係のお店がね。あ、ここにもレストランが。あ、これも美味しそうやな。美味しそうだけど、今日、あ、焼き魚うまそう。あれ、ここなんか初めて通った気がすんな。ねえ、早速初めて通ったような道に来てしまった。あ、ちょっと行き過ぎたな。向こうのこっちの出口の方に来てしまったのかな。こっちやな、こっちですわ。ちょっと行き過ぎてましたわ。おもちゃ屋さんとかね。お、謎のドラちゃん発見したよ。これはドラえもんズにおったかな。ちょっと取っとこう。こんなんドラえもんズにおったかな。謎すぎるねてな感じで、いろんなね発見がありつつ、あ、ここもね、ここも美味しそうやな。あれ取ったん、このおばあちゃんとこもね美味しそうやね、うん、でここ人気やな。あれと同じようなやつを出してる店がこっちにあってね、ここはちょっとね食堂、なんかフードコートみたいになってて、ね、これもね、なんか気になるよね。これも気になるけど、まあ、春雨にヌンバンチョみたいなやつね。で、なんかね、ケーキとかもね、ここで売ってたりとかなんですが、やってへんやん、昨日の店昨日の店がね、またこのパターンかね、撮影しに来たらやってないという
パターンなんで、これなんかうまそうやな。トライポンマン。もえまポン。もえまポン？ああ、もえポンね。オッケーオッケー。うん、なんか機嫌悪そうやったな。値段聞いただけやのになんかすげえ機嫌悪そうやった。怖い怖い。なのでどうしようかな。さっきのじゃあおばあちゃんとこで行こうか。あれを食いたかったから。このおばあちゃんとこでもえらい大人気やねんな。席空いてない？一応空いてんのかな席。おばあちゃん大人気。ちょっと並んでみようか。あ、みんなお持ち帰りでね。すごい強火だれ、焦げへんのかな。おお、マルチタスクやね。おお、すごい焼きたてくれる。うん、あのねこれ、いやいやいや、あのここで食べる。そっち OK。 ここ、あ、 OK。 お隣になるの。よいしょと。ちゅうことで、すごいね、手際よく仕事しはる。うん、それ。あ、トライポンマン。ムーポン、オッケー。値段聞くの忘れてる。さっき、必ずさっき値段聞いとかないとね。カッパもね、ちゃんと入れてくれて。手際がいいな。しかもちゃんと炒め直してくれてる。ちょっと見えへんけどね。すごい。手際がよろしい。なんかジャッキーチェンに似てんな、このおばあちゃん。めっちゃ優しそうな顔してる。あ、みんな、みんなどっかいた。こっちでええのかなんて。OK、ここ。OK。あ、残しちゃう、もったいな。はい、ちゅうことで、こんなんね、ピリピリー、なんか野菜いっぱい乗せてくれたね。ちゅうことで、これでいただきたいと思います。いただきます。ちょっと重たいか。こんなんいただきます。ずっとこれで、4000リエルやから1ドルになりますと。うん、お、おまけで太いのも入ってる。炒め直してくれるのいいね。昨日のとこ、あっちのとこはね、そのままも盛り付けるだけやったから。うん、うん、うまっ。うん、いや、やっぱね、ちょっと温めてくれた方がうまいわ。あ、うめぇ。うん、最高。これなんていう食い物なんやろ。春雨。うん、ちょっと待って、焼き牛粉かな。焼き牛粉でいいのかな、これは。知ってるわ、大好きな味これ。カスではないけど、なんかサクサクしたやつ。このおこげんとこかな。このおこげがね、サクサクしててうまい。うん、あ、全然キノンとかよりこっちの方がうまい。うまい。
ったごちそうさまでした。あーうまかった、めっちゃうまかった。いや全然こっちの方がうまいわ。おばあちゃん最高。うん、あのおばあちゃん最高やわ。やば、幸せになりました。ということで完食と。うん、これも気になるしね。これさっきめっちゃ不機嫌に値段教えてくれたやつと一緒やね、あの向こうで。うん、いや最高にうまかった。ということでお金払って退散しましょう。時間あくんはい、ということで超うまかった。うん、でじゃあこっち出口が近いからこっちから出ようか。おもちゃ屋さんが多いね。お、服と米と一緒に売ってるね。あーうまかった。しかしお、パパイヤ。あーうーん、パイナップル売ってる。マンゴーは売ってないな。あーまぶしい。あートウモロコシうまそう。うん、はい、ちゅうことでトウモロコシうまそうやん。なんだこれ、トライパーマン。トライパーマン。もう一プランポン。もう一ピーバイポンプラン。プランね。ああ。ナイス。オッケー。美味しそう。あれ5、あれ1ドルちょいか。うん。トウモロコシ、ね、そのまま茹でたトウモロコシやったら、2000リエルとかやから。日本半分の値段ですよね。はい。ああ、美味しかった。しかし、あれ1ドルはなかなか嬉しいな。うん。ちゅうことで、いい店をね、また発見してしまいました。うん。いやーね、昨日の店が閉まってたおかげでさらにいい店が発見できたという、そんな日でした。天気がいいな。うん、はい、今日もね特にあとはやることもないので帰って動画編集をザクザクっとやっていこうかなと思います。はい、良い天気でございます。はい、まあそんな感じでね、日々このように、まあ今はカンボジアにいてよその国に行けない状況なんですけど、こんな感じでね各地のローカルな暮らしを、リアルな感じで体験して動画にまとめてお届けしておりますので、よかったらチャンネル登録と、親指ボタンとね、あとコメントとかねいただけたらめちゃくちゃ嬉しいのでよろしくお願いします。うん、はい、そんなんまた見てね、バイバイ。はい、うっかり動画を最後まで見ちゃったあなた、ありがとうございます。よかったらねチャンネル登録と、親指ボタン、ベルマークのボタンポチッと押して、コメント欄で気軽に話しかけていただければこのおっちゃんめっちゃ喜びますんでよろしくお願いします。ほなまた別の動画も見てってくださいね。さいなら。